阪神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋館、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の村上、対するカープの先発は右の九里、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の村上、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは菊池。第9球投げました。ストレートはボール。まずは内角。第2球投げました。スローカーブ、空振り。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球ストレートはボール。第4球を投げました。4球目空振り。さあ5球目打った、痛烈な当たり、一塁送球アウト。菊池、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは上本。第1球内角低め、見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、ボール、低め。第3球ボール、投げた、高めギリギリいっぱい、ストライク。さあ5球目打ちました。第6球を投げた、カットボール、見逃し三振、内側いっぱいに決まった。バッターは3番秋山。第1球投げた、ボール。第2球投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました、打った、坂本、落下点に入った、取りました。これで3アウト。村上、上々の立ち上がりを見せています。右の九里、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは近本。第9球決まってストライク。初球ストライクから投げました、打ちました、ファール。第3球は一つ外してボール。第4球を投げました、見逃しの三振。バッターは2番中野。第1球投げました、ボール。第2球投げました、内角低め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、ボール。投げた、ストライク。次は5球目、投げた、打ちました。坂倉、余裕があります。ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは3番森下。第9球投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、打った、三遊間の当たり、アウト。スリーアウト、チェンジ。クリ、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川。第1球投げました、高速シンカーはボール。第2球投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第3球を投げました、ボール。投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、セカンド後方だ、中野、下がっていった、落下点に入った、掴みました、
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番マクブルーム。第1球投げた、初球はカットボール空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、インコース、見逃し三振。バッターは6番坂倉。第1球投げました、初球高速シンカー空振り。第2球打ちました、キャッチャー落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。村上三者凡退に抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは大山。第9球初球打った、レフトの左にボールが上がっている、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤。第1球投げました、スライダー見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、打った、デビッドソンボールを取る、一塁送球アウト。佐藤いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、打ちました。第2球投げました、スライダーボール。第3球を投げた、ボール低め。第4球を投げた、スライダー決まってストライク。第5球投げた、打った、引っ張った、ファールボール。第6球を投げた、ボール。第7球を投げた、打ちました、ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、クリ落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターはデビッドソン。第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球は見送ってボール、投げました、ボール低め。投球これから5球目、打ちました、ボールはライナーでライトへ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番堂林。背番号7。第1球直球決まってストライク、伸びのあるストレート、初球空振りから。第2球またも空振り。第3球はボール。第4球を投げました、流し打ち、1・2塁間の当たり、破った、堂林ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー2塁に進みました。タイガース先制のピンチを迎えます。第1球投げました、打った、流し打ち、大山一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。村上ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂本。第9投げた、初球フォークボール空振り、少し迷ったか。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。次が4球目、投げた、打った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げた、ボール、内角高め。第6球を投げた、ボール。さあ7球目、打った、レフトへのフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番木南。
第9球投げました、ストライク。1球目空振りから投げました、高めの変化球はボール。第3球を投げました、打ちました、抜けた。木浪、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。カーブ、ここはバントに警戒します。第2球投げました、ここで送ってきました、ボールはキャッチャーの前、一塁へ送る、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。タイガース先制のチャンスを迎えます。第2球投げました、ボール、アウトコース低め。投球はこれから3球目、3球目空振り。さあ4球目打ちました、三塁線切れました、ファール。投げた、スライダー、ボール。第6球を投げた、打ちました、1、2塁間への当たり、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。タイガース得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。序盤終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは上本、初球から打ってった、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番秋山、第1打席はファールフライに倒れています。打った、第2球投げた、カットボールはボール。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んでから第4球を外れた、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。次が7球目、146キロ直球、空振り三振。バッターは4番西川、第1打席は内野フライに倒れています。初球空振り。投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球外角高めの直球はボール。投球これから4球目、ボール。タイガースここは引っ張りに警戒します。さあ5球目打った、ピッチャー返し、抜けた。西川ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスにはマクブルーム、投げました、初球引っ張った、ファール。第2球見送ってボール。第3球を投げました、まっすぐ空振り、伸びのあるストレート。追い込んで第4球を変化球、アウトコースへ外れてボール。第5球投げました、打ちました、これは内野ゴロ。大山一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。カープファーストランナー残塁、4回の表が終わって0対0です。タイガースこの回は上位打線から始まります。トップバッターは中野、第1打席はファールフライに倒れています。第2球低め、ボール。第3球を投げました、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番森下、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、打ちました、ファール。投球は3球目、投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、インハイへ変化球、ボール。投球これから5球目、ボール。さあ6球目投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。投げた、打ちました、菊池バックしていった、余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番大山、第1打席はレフトフライに倒れています。第1球初球ツーシーム空振り。第2球
投げました。これは引っ掛けた。取ってこれで3アウトチェンジ。タイガース結局三者凡退、無得点に終わっています。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂倉。第1打席はファールフライに倒れています。投げました。高速シンカーはボール、高め。第3球を投げました。見送ってボール。投げました。高速シンカー空振り。投げました。打った。レフト方向へ持っていきましたが、レフトを取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番デビッドソン。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、直球空振り。投球これから4球目。空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた、膝元ボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、空振り。投球これから4球目、打ちました。いい当たり。ボールはライナーでセンターへ。取りました。これで3アウト。村上三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、打った、フラフラっと上がった。上本余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ノイジー。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、低め、外れてボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、インコース空振り。さあ6球目投げました、打った、ファール。第7球は打った、いい当たりだ。ボールはライナーで左中間、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番坂本。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球見送ってストライク。第3球ボール。投げた、おっとすっぽ抜け。第5球投げた、打ちました。ライトの右にボールが上がっている。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。タイガース結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の裏が終わりまして0対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー九里。初球空振りからボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、打ちました。中野掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って菊池。今日はショートゴロとファーストゴロ。第9投げた、見送ってストライク。初球ストライクから第2球インロー、外れてボール。投球は3球目、投げました、ストレートはボール、インコース低め。次は4球目、投げました、豪快に引っ張った、ライナーだ、ヒットになります。菊池一気に二塁へ。菊池いいバッティングを見せました。タイガース先制のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ピンチヒッターは野間。第9インハイ見送ってストライク。
第2球投げました。アウトロー、ストレートは外れてボール。第3球を投げました、打ちました。追い込んでから第4球を打ちました。佐藤交代、ファールボール、投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターバックホーム、野間いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。左バッターボックスは3番秋山、大きな声援が届いています。第9球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、二塁セーフ、ランナーを進められてしまいました。流し打ち、ファール。第3球は打った、ライト前に出る、掴みました。菊池タッチアップ、ホームイン、この試合初の得点が入りました。1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。先ほどヒットを放っている西川、第9球投げた、ボール。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。次が4球目、投げた、見送ってボール。さあ投球は5球目、打ちました、いい当たり、抜けた、センターバックホーム、西川ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。バッターは5番マクブルーム、今日は三振とファーストゴロ。第9球初球打ち、引っ張った、切れていきます、ファール。さあ次の投球、インハイギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球をボール、第4球を投げた、カットボールはボール。一塁牽制、一塁タッチセーフ。投球これから5球目、打ちました。第6球を投げました、打った、あっと左中間、どうだ、ヒット、西川二塁回った、カープリードを2点に広げます。マクブルームタイムリー、タイガースなおもピンチが続きます。さあリプレイです。村上降板、ここでマウンドに上がったのは石井、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは6番坂倉、今日はファールフライとレフトフライ、ファールボール、内角際どい球、ボール。第3球はボール、投げました、ボール。次は5球目、投げました、ボール、フォアボール。これで塁が埋まりました。バッターは7番デビッドソン、今日はライトフライと三振、外れた、ボール。投球これから2球目、2球目空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、ストレート空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げた、インコース低め、ボール。ランナー自動的にスタートします、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴んでこれで3アウトになります。6回の表が終わって2対0、タイガースここで先制点を奪われました。さあここは守備を変えてくるようです。代打はミエセス。第9球変化球、ストライク、インローへ、思い切って振っていきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、セカンドから一塁送球、アウト。ミエセス、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、初球空振り、
第2球投げました、打ちました、センターへの打球、センター下がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って近本、今日は三振とセカンドゴロ、インロー見送ってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから投げました、ボール。投げました、外角高め、空振り。投球これから4球目、ボール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、ファール。投球はこれから6球目、ボール。第7球を投げました、これは外れてフォアボール。バッターは2番中野、今日はファールフライとショートフライ、ランナー走った、外れた、二塁送球はどうだ、これは楽々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第3球打ちました、ファールボール。第4球は外のボール球、打った一二塁間抜いていった、ライトバックホーム、中野、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。第1球ランナースタート、キャッチャー二塁送球、間に合うか、二塁はセーフ。タイガース重要な場面で盗塁を決めてきました。投球は3球目投げた、3球目空振り。第4球を投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。リプレイをご覧ください。タイガース流れを作ることができません。中盤まで終了しまして2対0です。石井降板、右の梶谷、今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げた、決まってストライク、キレのある変化球。第2球ボール、外角低め、投げた、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー九里。第1球打ちました、初球打ち、中野、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って菊池。第1球投げました、初球決まってストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球、ボール。投げました、打った、ファール。第4球を投げました、ストライク、空振り三振。満員の甲子園、タイガースファンの思いが詰まったカラフルなジェット風船がたくさん舞い上がりました。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは大山、今日はレフトフライとショートフライ、見送ってボール。第2球打ったに当たりだ、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、今日はサードゴロとショートフライ。第1球初球フォークボール、空振り、少し意識しすぎたか。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、打った、ファールボール。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げた、スライダー、ボール。さあ6球目打ちました、キャッチャー落下点、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ノイジー、今日はピッチャーフライとレフトフライ。第2球投げた、アウトサイド、空振り。第3球を投げた、インハイ、ボール。さあ4球目
ちました。1、2塁間の打球、セカンドから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。タイガース三者凡退に倒れました。7回の裏が終わりまして2対0です。梶谷降板、マウンド上はカイル・ケラー。今日4人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。初球スライダー空振り。第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げました。外れたボール。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。打った。これはセカンド正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番秋山。第1球ストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた。インローへ、変化球外れてボール。第4球は打った、痛烈な当たり、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。先ほどからショートの守備に入っています小園。第9球投げた。初球スプリット空振り。さあ次の投球、打ちました、ファール。第3球を投げた。1球外してボール。第4球を投げた、打ちました、破ってった。小園ナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番マクブルーム。今日はここまで3打数1安打1三振。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、パワーカーブ、ボール。第3球直球ストライク、外角高め、タイミング合いません。第4球は打ちました、ライトの右、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。一塁ランナー小園残塁に終わりました。8回の表が終わって2対0です。九里降板、右の島内、今日2番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、スライダー見送ってストライク。第2球投げました、ボール。投げました、引っ張った、ファウルボール。投球これから4球目、打った、次が5球目、アウトロー際どい球、ボール。第6球を投げました、スライダー空振り三振。先ほどからショートの守備に入っています小畑。第9球投げました、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、高め、ボール球打った、破った。いいバッティングを見せました。バッターは9番島田、今日2度目のバッターボックス。さあ次の投球、ストライク。第3球を一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、内野ゴロ、アウト。2アウトランナー2塁に変わります。打順は1番に帰って近本、まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。投げた、初球外れてボール。さあ次の投球、真ん中にストライク。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げました、打ちました、これはライトフライになった、取りました、これで3アウト。さあリプレイです。タイガースセカンドランナー残塁、8回の裏が終わりまして2対0です。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは坂倉、初球外れてボール。第2球
投げました。決まった。ストライク。投球はこれから3球目。ボール。次が4球目。投げました。まっすぐ空振り。追い込んでから第5球。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが、取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスはデビッドソン。ストライク。第2球投げました。ボール。投球は3球目。投げました。インコース引っ張った。これは左に切れていきます。投げた。あーっと、いった。一直線。伸びる。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。失投だったでしょうか。完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。先ほどからライトに入っています松山。第9投げた。ストレートはボール。投げた。外れた。ボール。投球は3球目。投げた。ストレート決まってストライク。第4球は打った。ライト前進。あっと弾いた。そして今拾い直した。松山ナイスバッティングです。ガイルケラー降板。右の浜地、今日5人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。初球外れても。第2球投げました。2球目空振り。カーブに全くタイミング合いません。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。打った。レフトへ上がった。レフト落下点に入りました。掴みました。中継。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。第9打ちました。ファールボール。ボール。第3球を投げました。打った。これは内野ゴロ。大山自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって3対0カープリードを3点としています。島内降板。そしてマウンド上はクローザー矢崎。今日3人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた。ボール。投球これから2球目。見送ってストライク。投球はこれから3球目。打ちました。1、2塁間のゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打糸原。第9投げた。インサイドストライク。投球これから2球目。縦のスライダー。ボール。投げた。内角低め。縦のスライダー外れてボール。投げた。膝元外れてボール。第5球投げた。打ちました。第6球を投げました。打ちました。セカンド左への打球アウト。ここは意地を見せてほしい。右バッターボックスには大山。タイガース最後のバッターになるのか。第9外角高め。直球は外れてボール。第2球投げました。スプリットはボール。第3球3球目空振り。さあ4球目打った。ファール。さあ5球は5球目。外角低め。ボール。投げました。三振。最後は伸びのあるストレート。タイガース悔しい敗戦です。さて今日のヒーローは勝利投手の九里。本当に今日は大活躍でした。
ご覧いただきました一戦は3対0タイガース敗れました。勝利投手は九里、敗戦投手は村上、そして西武は矢崎。タイガース今日のゲームは残念な結果となりました。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。